シャルプラニナッツあるいはサルプラニナッツはアルバニア、マケドニア共和国、コスボにまたがるシャル産地原産の森畜用犬種である。愛称はシャルで、旧称はイリリアンシープドック。カルストシェパードとは親戚関係にある。古代犬種の一つで、少なくとも紀元元年には犬種として存在していた。子犬の頃から羊と共に育てられ、森畜犬として、 羊の見張りを行うのに使われていた。雨の日も雪の日も野外で生活し、泥棒や狼から羊を命がけで守っていた。優秀な森地区県であったため羊飼いに大切に飼育されていて、二度の世界大戦の戦火も、頭数を激減させることなく生き残ることができた。しかし、冷戦の終結後に、旧ユーゴスラビアで紛争が起こり、その戦火に巻き込まれて、 急激に頭数が減少し、絶滅の危機に陥った。紛争は非常に激しく、原産地からすべてのサルプラニナッツが消えてしまった時期もあった。しかし何とか戦火をくぐり抜けて、主人と共に疎開することができた犬たちは、疎開先でブリーディングされ、ギリギリの状態で生存し続けていた。その後頭数を徐々に回復させ、紛争が沈静化された地域に、 数頭が送り返されて、再び原産地にサルプラニーナッツが帰えるほどまでになった。原産地でもブリーディングは進み、1939年には、フシーにマケドニア原産の公認犬種として登録された。近年は、アメリカ合衆国やカナダに雇用手対策の森地区犬として輸入されるなどして、作業犬として広く使われ、絶滅の心配はなくなった。また、 少数ではあるが、ペットやシドッグとしても飼育されている。がっしりとした骨太の体格で、雨や雪にも耐えられる丈夫な体を持つ。垂れ耳、ふさふさしたタレオデコートは、厚い二重構造のロングコート。毛色は、ウルフ、ブロンズ、グレーなどがある。体高70から85センチメートル、体重65から100キログラムの大型犬で。 性格は普段は物静かで忠実だが、守るべきものに危機が迫るという感に立ち向かう。ペットとして飼育する際は、その面が裏目に出ないようにしっかりとしつけを行う、必要がある。室内外は少し難しく、室外での飼育が基本である。もし室内で飼育したいのであれば、ゆったりとした広いスペースを確保する必要がある。運動量はかなり多いため、 たっぷりと散歩させることも忘れてはいけない。ただし、子犬の頃は腰などの骨が固まるまで激しい運動を避けるべきである。ありがとうございます。